はいどうもこんにちは、七色ピーマンです。今回はですね、青髪ライネルの討伐をいとも簡単にやってしまう方法をご紹介いたします。前回のね、あの赤髪ライネル、白髪ライネルも、動画の方上げておりますので、よかったらご覧ください。まあ、赤髪ライネルの討伐よりもめちゃくちゃ楽なんで、こちらの方がいいかな。はい、まず、出現場所なんですけども、まあ、ハイダルからですね、まあ、今ここですね、監視砦の眺望台からずっとまあ南西かな、はい、に下っていきますと、ゲルドキャニオン眺望台がありますので、そちらに向かいます。で、ゲルドキャニオン眺望台からずっとこの辺り、北若の祠っていうのがね、まあ、あの近くにありますので、まあ、その近くのスタルリー大地っていうんですかね。はい。このあたり。まあ、このあたりに今スタンプつけてますけども、マークの方ね、つけてますので、このあたりに行ってみたいと思います。はい。では、まず、ゲルドキャニオンの眺望台に向かいます。はい。ゲルドキャニオン眺望台にやってきました。ここからね、また高いところから。飛んでいくんですけども、まあ、目印はね、まずつけといていただいて、ちょっとこの辺りでぐるぐる見回しましたらね、こんなところにちっちゃな空島がありますので、ここに降り立って、はい、直接ね、もう行くこともできますけども、まだ、初段階の方はこれを使っていくといいかもしれないですね。はい、もうここにね、翼がセットされてますので、このままこう叩きますと動きますので、まあ、これに乗っていただいた方が早いのかな。はい。で、右とか左はね、こうちょっと動いて微調整していただいて、ちょうど東ゲルド高地、この北若の祠のまっすぐ、まあ、北の方ですね、スタルリ大地の方にやってきましたね。はい。それで、まあ、この辺りなんですけども、お昼は、まあ、暑さ対策。で、あと、夜はね、寒さ対策が必要ですので、夜と昼に応じてですね、装備をつけておくことをお勧めいたします。まあ、なんでもいいんで、矢で、ちょっと、はい。おびきをしてください。で、この大きな岩のところね。はい、ちょうどね、落ちますね。あぶらあぶら。で、まだ矢を放ってくるんですね。なので、少し遠ざかります。そうしましたら、音が消えますので、もう一度上から撃っていくと。はい、楽勝ですね。で、一応もう、まあ、王家の弓使ってくださいね。で、今、私、ライネルの弓持ってますので、この方が時間短縮になりますので、やっていきます。あ、落ちましたね。はい、遠ざかりましょう。結構遠ざかった方がいいのかな。はい。全く音が聞こえなくなったら戻ります。ちょっと復活、移動復活しないでほしいんですけど。これでいけるかな。はい。こっから。
倒します。落ちないようにね、それだけこのように、はい、もうこれだけですね。ちょうど落ちたところを狙っていきます。あ、結構減ってくれますね。ちょっとヘッドショットがね、狙いにくいんですけど、まあ今いい位置にいるんで狙えてますね。あー、ちょっとまた、ただ復活してもこのゲージは減ってますんで、どこですかね。あぶらぶら、結構減ってますよね。でまた落とします。また上から打ってきますので、ちょっと回避ですね、はい、当たらないように、もうそれだけですけど、またちょっと遠くに行きましょうかね。このもんかな。はい、では狙っていきましょう。いいですね。ヘッドショットが効くと少しダメージがでかい。はい、倒しましたね。はい、 OK ですね。はい、何が取れるんでしょうか。青髪ライネルの人格とライネルの蹄は一緒ですね。ライネルの肝と、あとは、まあ、こんなもんかな。はい、これが獣王の弓ですね。いい弓がね。はい、これはね、取っといてください。またね、ライネルを倒すときに使えますので、はい、王家の弓は置いといてくださいね。トゲボコとかこんないらんのを捨てて、はい、いいのばっかり集めていきましょう。で、あと獣王の盾、手に入りましたね。はい、盾は、はい、もういらないの。太陽の盾捨てて、はい、取っときましょう。だいぶ、溜まってきましたね。はい。ということですね。ちょっと復活するのだけちょっとね、気をつけていただいて、ただ復活しても、あのダメージの方は効いておりますので、あのやり方で何度も叩くと。はい、ということで今回はこの辺りにしておきたいと思います。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。